直方体の対角線を求める問題をやっていきます。直方体の対角線ってどこかっていうと、この BH みたいに直方体の中でちょうど向かい側にある、一番離れた二つの点を結んだ直線です。なのでこの BH でもいいし、AG でもいいし、DF でもいいな。これは全部一緒の長さになります。なんでこの長さを求めるかっていうと、例えばこういう形の箱があった時に、なんか物を入れるとするやんか。 この長さ、一番長いから、対角線の長さ。この箱の中で一番長い部分やから、どれくらいの大きさのものが入れれるかっていうのを考えることができるね。ここがわかれば。で、今、この箱の大きさはどれぐらいかっていうと、縦が3センチで、横が5センチ、高さが4センチって分かってますよ。と。この時に BH の長さを出したいです。っていうことでね。で、こういう風に空間図形の中で、立体の中でな、 問題題のの中で長ささを求めなさいという問題の時はこのまま考えてても全然わかりません。どうしたらいいかっていうと、この中から平面図形を取り出してあげる。つまり、ここで言うと、この bh の長さを出したいよな。この bh が含まれるような図形を、こっから取り出してあげるってこと。これが含まれるような図形ってどのようなのあるややこしく考えない限りは、多分これが一番、 パッと見えてくると思うよ。この FH を結んだ三角形 BFH っていうのが取り出せるよね、この中から。これちょっと取り出して書いてあげると、こういう直角三角形なのわかるこの BF っていうのは平面の EFGH に垂直に交わっているから、ここは直角なれな。で、このそれぞれの点は B? FH になっていますよと。で、求めたいのはこの BH ですと。で、これは直角三角形になっているから、この BH を求めようと思ったら、BF と FH、この二つの辺の長さが分かれば、三平方の定理を使って BH の長さを出すことができるやね。で、今 BF はもう分かっていますよと。高さは4センチです。じゃあ、あとこの FH の長さを出してあげたらい,いいや。FH の長さを知りたいと。 で、ここの長さを知りたいってなった時も一緒。立体の中で長さを知りたいってなった時は、平面図形を取り出してあげる。今度は、ここの三角形をちょっと考えてあげようか。これを取り出してみる。これも同じように書き出してあげると、こんな直角三角形になってるよね。h, g, f ってあって、ここの角、h, g, f, g の部分ね、は90度になるよな。 底面は長方形になってるで、この直角三角形の中で FH が知りたいですよと。なんでかって言ったら FH が分かったらこっちが分かるから BH 求めたい長さを出すことができんねな。で、またこれ直角三角形やからそれぞれの辺の長さが分かったら FH 三平方の定理から出すことができるよね。で、今それが分かってますよと。HG は 3cm で FG は 5cm って分かってますと。 そしたら、この HF の長さを出せます。三平方の定理を使うと、HF の二乗っていうのは、ここの二乗っていうのは、この二つの辺の二乗を足したものになんでな、三の二乗を足す5の二乗ですよと。三の二乗と5の二乗は9、九足す二十五で、三十四になります。で、HF の2乗が34やったら、HF は、プラスマイナスの え、ルート34へね。ま、でも、マイナスなわけがないから、HF はルートの34センチになりますよ、と。こっちらがルートの34センチって分かったってことやな。そしたらもう BH、同じように三平方の定理で出すことでいきます。BH の2乗っていうのは、この2つの辺の2乗を足したもんやぞ、と。4の2乗を足すルート34の2乗です。 四の二乗は十六で、ルート三十四の二乗は、ルートは二乗したらこれはルート外れねえな。なので三十4になります。なので答えは五十になると。bh の二乗が五十やったら bh はって言われたら、プラスマイナスのルートを取ってあげたいよね。ルート五十です。ルート五十これ、ルートの中身ちっちゃくできるよね。二十五で割ることができるから、五の二乗ってことだよね。五が外に出て五ルート二になると。 bh 出ました。答えは5ルート2センチです。ケ、OK、ー。こういう風にして直方体の対角線を出す問題では、2つの直角三角形を順番に見てあげて、三平方の定理から対角線の長さを出すことができるよね。で、この問題、ま、よく出てくるから、公式みたいに考えてもいいです。どういうことかっていうと、この bh の2乗っていうのは、 結局何してたかって言うと、この BF の2乗やね。BF の2乗と、この FH の2乗足したやつやってんな。FH の2乗ですよと。でも、FH の2乗って何やったかって言うと、ここの2乗やで、HG の2乗と FG の2乗足したやつやね。HG の2乗と FG の2乗足したやつですよと。で、それが、 BF は、え、BF やね、4センチで、4の2乗やってな。HG が3センチで、FG が5センチやってな。それを足したやつになってたと。てことはやで、何をしていたのでしょうかっていうと、直方体の対角線を出すっていうときには、縦横高さ、この3つの辺の2乗を足したもの。それが対角線の2乗になっているっていうことを使って、対角線を出すことができるやね。オッケー。 例えば縦の長さが 2cm で、横が 6cm、高さが 3cm っていう問題があったとすれば、いちいちこういうふうに図を考えなくても対角線の長さ。x としたら、x の二乗っていうのは、2の2乗足す6の二乗足す3の二乗っていうふうにすぐ考える。公式みたいにして考えることもできるよということ。 まあでもこういうふうに公式として考えてもいいんやけど、この公式って結局何してるかって言ったら、考え方はこれやね。三平方の定理を直角三角形で順番に使ったってことやから、公式を忘れてしまうこともあるので、必ずこっちの三平方の定理から考えていくというやり方をしっかり理解しときましょう。